暗号通貨ニュースですけども、ビットコイン350万ですか。まあ300万割るところに行かないまではまあこんなもんだと思いますよ。私の適正価格っていうのは今あれから修正されて今300万円ぐらいになってますから、まだちょっと実際には市場の価格の方が高いですね。でイーサリアムは20万円を切ったわけなんですが、これはね7月の、ガス代金の軽量化に期待しております。そこでほとんど全てが決まるんじゃないですかね、イーサリアムの価格ってのは。まあ私は100万円ぐらいの価値を見込んでいるんですけども、一時期ね50万に迫る勢いだったんですが、残念ながら今20万円前後うろうろしてるって形でございます。ただイーサリアムがこのまま終わるわけありません。ほとんどの暗号通貨とかディファイとかっていう分散型金融はイーサリアムに依存してますんで、これ巻き返した時かなり集中しますからね。まあ、ですのでそこが次のセールスのチャンスになると思います。大量保有したイーサリアムはまあそうですね、4、50万になればもう御の字なんですけども、7、80万まで狙っていこうかと思いますね。で体のエダなんですが、まあ踏みとどまっていたんですけども、やっぱりねひいき目に見ても137円っていうのはちょっと落ちすぎだろうと思いますね。ただエーダのホルダーさんっていうのはステーキングによってどんどん体のを増やしてますんで、この価格は持ち直すと思いますね。かなり大きく持ち直して、やっぱりこういう状況下でも単独でね、まあ、500円、1000円、1000円、2000円というふうに突っ込んでいくんじゃないですか。その他のコインっていうのはまあいろいろありますけども、1個だけ取り上げていきましょうか。これはリップルです。リップルはやっぱり私が販売した時がベストのタイミングでした。もう多分ね売るチャンス来ないんじゃないかなと思いますよ。リップルはこのまんま順位を下げて、まあ、忘れられていくんじゃないですかね。リップルっていうのがあったなみたいなね。ちょっと前日本でもノアコインっていうのがね有名になりましたけども、あれと似たような感覚になるんじゃないですかね。ただリップルで実際に大きく利益を上げた方はいたっていうことなんですよ。で私もその一人なんですけども、こういったリップルで大きく投資に成功した人はもうリップルには投じないと思います。リップルは一丁上がりって感じですよ。だから本当にね長期保有してるものにチャンスがあるとしたら、リップルは私にとってもまあ3年ぐらい保有してましたけどもね、短期保有なんですよこれは。3年でもで長期保有ってのはやっぱり短くて5年長くて10年、もっと長くて30年50年って形なんで、余剰資金をかなり持っている方じゃないと、まあ、このやり方はできないのかなと思いますよね。やっぱりどっかで暗号通貨決済して何かの支払いに当てないともう回っていかないみたいな方がほとんどだと思うんで、だからね値段が下がるんですよ。ただ値段が下がれば下がるほど下げ幅がわずかになっていくってことはどういうことかってことなんですよね。でビットコイン、イーサリアムに関しましては大きな利確が起きてますんで下がってます。で、まあ、あれもそうですね、リップルもそうですね。体のエダは大きな利確が起きにくいんですよ。ステーキングが簡単でしかもセキュリティが強くって報酬が高いんでね。だからそういうふうにコインの価格のバランスも大事なんですけども、コイン一つ一つのホルダーさんの気持ちを推察してみると、あのプレセールで買えたのってぶっちゃけ今日の話題で言ったらエーダだけでしょ。ビットコインのプレセール誰か買いました？イーサリアムはどうですかね？リップルのプレセール誰か買えたんですかね？で結局こういうところに、体のエーダが強い理由があると思うんですけどね。で本日は以上です。